午前中のですね、メインの課題、基調報告に、移っていきたいと思います。今もご案内ありましたが、テーマといたしまして、気象危機、激甚化する豪雨災害に備えるために、流域治水の課題と題しまして、土屋光圀、前橋工科大学名誉教授の方からご講演を、いただきたいと思います。どうぞ先生、よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました、土屋光圀と申します。本日はこのような機会をいただきまして、大変ありがとうございます。それでは、今日のお話の前にですね、やはり我々は今、本当に、寺田寅彦が言っていたですね、災害は忘れた頃になってくると言われてましたけど、全く忘れるどこではなくて、毎年ですね、豪雨災害、地震などに遭遇しております。しかしながら人間はですね、やはり実際に被災した方々の気持ちになるにも、なかなか難しい。やはり自分は大丈夫じゃないかという、非常にですね、安心の心ってのがあるんですよね。それはある意味では安心バイアスということで、これは根拠のない安心なんですね。ですから私は身近な自分たちが住んでいるところでどういうことがリスクがあるのかということをやはり明確にしなきゃいけないんじゃないかなということで、今日はそういった意味からお話しさせていただきたいと思います。それでは全体の流れはですね、近年の水害の現状、それから降雨の害力がどのくらい強いかという被害者、から最近は一般資産水害密度というのがようになっております。それから近年一番大きな台風、2019年台風19号による被災の状況と、その後の緊急対策、特に首都圏、荒川、それから千曲川などの調査に行ったんですけども、地方の河川災害の課題含めて、話したいと思います。から2011年に流域治水、法律ができましたんで、この流域治水は増大する豪雨力に克服できるのかどうかという、考え方ですね。から最後に避難対策とハザードマップの課題というようなことで、お話をさせていただきたいと思います。それでは、もうご存知の通りなんですけども、気象庁のアメダスデータ、1300地点のデータですが、この1975年から近年の20年まで、例えば時間50ミリ、それから時間80ミリ、時間、日量で200ミリの雨、400ミリの雨、それぞれですね、全部増加傾向になる。つまり我々は降雨害力の増大と言ってますけども、例えば時間50ミリについてはですね、この76年から85年の間に年間226回、全国平均ですけどね、これは2010年から19年327回ということで、年間で1.4倍に増加してるわけですね。このようにですね、各降雨強度もですね、軒並みですね、増加にあるということは、温暖化をもたらしていることはもう間違いないわけであります。それで、次の画面はですね、温暖化をもたらしている問題の気象状況としてですね、線状降水帯ですね。ご存知の通り、20年の7月の熊本水害ですね、7月3日からこれ13日間の積算量なんですけどもね、1500ミリぐらい降ってます。しかし、球磨川ではですね、7月3日から4日にですね、線状降水帯が400ミリぐらい降ってですね、で、その後に7月6日から8日に、今度は筑後川の中心にですね、このように、各地でほとんど毎年ぐらい線状降水帯が、形成されて、大きな豪雨災害をもたらしている。で、一体その、豪雨災害をもたらしているのは、
その周辺のですね、その、マガー水害の前の7月1日から2日にかけてのですね、日本の近海の海水温ですね。これも、まあ、白線がこれ赤道直下なんですけども、インド洋から東シナ海から西太平洋、もう真っ赤になってましてですね、だいたい海水温が28度から30度ぐらいですね。そしてその上には中国大陸から伸びている線状降水帯がすでにもう沖縄にかかってですね、これがちょっと上がってくれば日本に入るわけですね。このように、まあ気流の川と言われている帯がですね、ずっとまあ形成されているということで、この気温上昇が1度上昇すると、降水量はだいたい6から7%ぐらい増加するというふうに言われています。まあ、これが、まあ、いつまでも続いているわけですね。その一番いい事例ではですね、2015年の9月の台風18号、鬼怒川水害です。鬼怒川水害も記憶に新しいんですけども、例えばこれはですね、気象庁の資料をお借りしましたけども、台風17号が最初来てたんですね。で、その後に追いかけて台風18号が来て、これが、温帯低気圧になると。それぞれの台風が暖かい湿った空気を運び込んできて、北関東から福島、仙台に当たるまで線状降水帯なんです。で、さらにこの隣に実は、三河湾から名古屋の方面にも線状降水帯、少し小さいのができてたんですね。まあ、これはですね、これ1時間ごとの、ここデータなんですけども、なんと13時間以上近くですね、停滞をし続けて、あれだけの豪雨災害をもたらした。まあ、300ミリから500ミリの豪雨を、北関東から東北にかけて、まあ、もたらしたと。まあ、こういうわけです。ですから、こういう台風がですね、2つこう来たりするような場合は、かなりひどい状態が生むということが分かりました。それから、これはですね、2017年九州の北部水害の朝倉市の時なんですが、死者が40名ということで、まあ、線状降水帯ができると、どういう雨の降り方をするかというのは、こちらにありますようにですね、まあ、ただ1時間、例えば、まあ、20ミリぐらいだと思って、一気に80ミリ。その次は40ミリ、60ミリ、一気に110ミリというようにですね、次々に強弱がですね、続くわけですね。まあ、その結果、避難開始はしたもののですね、本部は後から対策本部ができると。そして避難開設をですね、数日にするんですけども、結局最後には8カ所も避難開設しようと。つまり、防災担当もですね、翻弄されているわけですね、対応がね。ということで、この積乱雲は、5キロから10キロにあたって、まあ、大体標高12キロぐらいまでの高さにこう、積乱雲ができていくわけですが、それが十数キロもですね、まあ、次々に、伸びていく。明大の忽吹先生らの研究ではですね、大体1平方メートルの大気の足に70キロか80キロの水蒸気がですね、ドーンともうバケツをひっくり返すのが、まあ、落ちてくるということなんですね。まあ、そういうことで、大変な、まあ、豪雨災害をもたらしている線状降水帯です。それから、これは、国の環境省と国土交通省でまとめた、今後のですね、日本列島における、まあ、気象変動に伴う予測ということで、まあ、これは2015年パリの協定以降ですね、示されたものなんですけども、台風、それから局所豪雨、前線、を見ますとですね、特に、例えばですね、台風の場合はですね、室外震度というのはですね、そんなに、まあ、かなり多くなるかもしれない。そして台風の経路がですね、さらに北海道などにですね、伸びていくと。例えば28年にはですね、3つの台風が北海道まで伸びてるんですね。まあ、こういうような傾向が出てくる。それから局所豪雨についてはですね、短時間豪雨の発生回数と降雨量ともともに増加するということが分かっている。これはいくつかの事例が、まあ、すでに、あります。だから前線性についてはですね、これも停滞する大気のパターンというのは増加する兆候は見られないけども、
流入水の蒸気、水蒸気量の増加が著しいということで、走行量が増加すると。まあ、先ほどのような資料に見られると思います。それで、今後のですね、まあ、温暖化が、2度以上になればですね、どのくらい洪水の発生頻度がどの地域で起こってくるんだろうかということが、すでに予想されておりまして、仮に2度上昇した場合には、3地域で 1.15 倍と、まあ、4度C なんていうのはあったりならないんですけど、4度C 上昇したらもっと激しくなるわけですけども、特にこの赤い北海道の北部から南部、それから九州の西部ですね、まあ、ここがですね、2度C の場合は 1.15 倍、4度C だったら 1.4 倍ぐらいに降雨量が増加するということが、もうすでに、予想されております。さて、この10年近くのですね、被害ですけども、これも国交省さんがまとめたものをお伝えしていただきますが、2010年から2019年まで、それからこれは最近のはちょっと長かったんで、2020年と2021年の水害もここに入れておきましたけども、まあ、大体5000億円ぐらいの、まあ、いかない災害だったのがですね、もうここに来ても一気にですね、1兆、18年は1兆1580億円。から2019年は、これは暴走を襲った台風と風台風と合わせてですね、合わせると2兆1476億円という、まあ、大変な、まあ、被害額が一気にあるんですね。まあ、これは、まあ、まさに損壊を受けた温暖化による、まあ、影響であることも間違いないと思いますね。この全てがほとんど、まあ、線状降水帯なわけです。はい。それでちょっと災害をですね、振り返ってみたいと思いますけども、これは防災白書の令和3年版を引用させていただきました。戦後、昭和これ20年から、つい最近までなんですけども、この赤はですね、死者数のですね、まあ、地震災害の赤です。まあ、自然災害、防災白書の場合は、地震の死者数とかですね、それから土砂災害、水害も入ってます。まあ、大体見ますとですね、これは戦後、枕崎台風は3700人ぐらい亡くなったりですね、カスリン台風は1300、まあ、ものすごい多かったわけですね。そして、大体伊勢湾台風ぐらいまで、まあ、非常に死者数も多かった。しかし最近はですね、だいたい70年ぐらいまではですね、多少、中には417人とかですね、439人も亡くなった時もある。最近は非常に少なくなってきました。まあこれは、東日本大震災の時の犠牲者で、約2万2000人が亡くなられた津波災害ですけども、まあこの最近申し上げた災害についても少し増えてきたということですね。で、実は、水谷さんっていう方がですね、こういう調査を報告されています。水害による死者と走行量の関係は1970年代まで初期、比例関係にあったということなんですね。まあ、これはそういう論文があるんですけども、しかし、最近私、国交省の資料も見まして、特に一般資産水害密度、1ヘクタールあたりの水害区域の面積あたりの被害額なんですけども、これがかなり増加していると。で、次の資料が、まあ、先ほど申しました、国立防災技術センターの水谷さんの資料です。これは、降水量と、死者数の関係ですが、90、67年を除いて、ほぼ直線関係ですね。だからもう少し降水量が多い、これ横軸が降水量ですけども、死者数が多いところでも、やはりこう大体直線関係になって、まあ、こういうことがあります。まあ、それが最近はなくなってきた。で、その代わりですね、というか、ここにありますように、一般資産水害密度の推移。で、この棒グラフがそうなんですね。これは90年から2019年まで、平成23年度のお金に換算しているものなんですけども、2005年、2006年あたりがですね、まあ、例えば東京の23区ですごい1時間100ミリがですね、各地で降って5800も浸水するというようなことが続いたり、九州で2006年、中国、中部地方までですね、
仙台川、天竜川も含め、まあ、こういうピークがあったんですよ。ところが一回かなりこの、水害密度ってのは小さくなってきたんですよね。ところがここへ来て、18年、19年してですね、西日本水害が1ヘクタールあたりの4800万円、東日本が5300万円というようにですね、この、まあ、こちらの支障がですね、増えてくる。まあ、死者数は全体としては減ってくる。まあ、こういう傾向が分かってきました。それで、2019年の19号台風なんですよ。まあ、これは、スーパー台風ってアメリカの基準で言うと、カテゴリー5のですね、強烈な台風でした。まあ、振り返ると、箱根で1000ミリとか、東京でもですね、650ミリぐらい降ったり、それから、宮城県、それから岩手県でもですね、460ミリ、宮城県で600ミリと降るんです。まあ、中部地方からですね、北陸地方にもかけてですね、まあ、非常に大きな豪雨だったわけです。で、被害がですね、まあ、本来安全を守らなきゃならない堤防がですね、決壊して、実は下の方の、まあ、そう決壊した場所はですね、国の管理では、6水系7河川で12箇所、都道府県管理が20水系で67箇所、合計128箇所増えました。になってしまいました。後から2箇所追加されるんですけども、いずれにしましても、まあ、近年にない、決壊数がある。それからこちらの方が毎新聞の資料ですけども、土砂災害の自治体の事例が、まあ、出されておりますので、これも後で見ていただければと思います。まあ、そして死者数もですね、このように各県、まあ、死者が出ました。まあ、それぞれの県で長野が5名、埼玉3名、栃木4名、福島一番多くて32名ということですね。ちょっと、それから、内閣府が出している資料の中にですね、もう少し人的被害と住家被害とかいろんな福祉施設などの被害も出ています。これは人的被害でいうと、この赤が死者、から黄色が、行方不明者。から負傷者もですね、重症、軽症、それから不明というのがあって、まあ、それぞれ色分けをされていますが、まあ、一番多いところが人的被害、福島、それから、宮城ですね、その後は千葉、それから、まあ、意外と多いのはですね、こういう負傷者が多いんですよね、長野県。から下は重化市街なんですけども、これは、赤が全壊、黄色が半壊です。から床下浸水が青ですね。青の濃いのが床上浸水ということですが、福島がやはり多いですね。から宮城県も、どっちに、それから長野ということですね。それからこちらはですね、医療介護施設の被害ですけども、医療施設、介護施設はですね、総じて福島県、長野県などの最大33箇所で浸水をしておりました。だから高齢者の施設ですね、浸水では入居者が避難した箇所って最大で47箇所と。だから障害児者についての事業所などは浸水で入所した方々が、避難した方々が31箇所と。児童施設などが118箇所以下で浸水ということです。で、これを見ますと、やはり医療施設の関係では、これ断水が赤、から停電がですね黄色で、浸水が水色なんですけども、福島県は断水が多いですね。それからこちらはですね、高齢者施設の被害ですけども、千葉がですねこれ停電で被害になってるんですね、赤。これは断水ですね。福島は断水も多いです。それから静岡県は断水が減る。それから障害児者の施設ですけども、福島県はすべて、それぞれまあ多いと。から茨城県も多い、ね、断水です。それから福島県も、こちらはですね、児童施設ですけども、断水が多いんですね。まあ、浸水もありますけども、まあ、こういう状況になっています。さて、この、今回の19号のその台風を見ますとですね、これは関東、北陸、東北にかけての実際に
決壊をした河川の地図。この決壊したところがこの赤マークをつけてありまして、黄色はですね、河川がその地域で計画をしている、河川整備を計画するにあたっての計画雨量ですね。それを超えたところが黄色のラインです。で、これを見ますと、やはり、必ずしもですね、超えていなくてもですね、決壊をしている。例えば、成瀬川とか吉田川ですね。それから、東京の、首都圏では荒川ですね。荒川は上流なんですけど、後で後ほどご説明していただきます。このようにですね、やはり計画雨量を超えて、次々に、大きな豪雨にさらされたと、いうことになるわけですけども、ちょっと次に見たいと思います。で、これはですね、その決壊、本来は安全を守らなきゃいけなかったところが決壊発生した、堤防なんですけども、その当時の、堤防の整備時はどうだったのかと。で、これはすべて右側にありますね、溢水なんですね。それから、2015年の 水害から始まったと思いますが、危機管理型のハード対策、これはまだ全然未実施の状態なんですね。これがほとんど何もされてないということが分かりました。で、例えば、成瀬川とか僕の完成をしてるんですけども、決壊もして、やはり必要してしまった。それから、入間川についてはですね、これは荒川水系の支川なんですが、国の直轄管理の部分が、後から2箇所が追加されましたですね。これを見ますとですね、やはり、堤防が整備か、あるいは完成か、計画、まだ、未整備な状況であることによってですね、結局、河川管理の、やはり、もっと充実が必要じゃないかということ。特に危機管理型ハード対策がずっと始まってますけども、まだこれが、全て完成しているわけではないと思います。ということで、後からちょっと重要水防箇所も述べますけども、こういったその評価とですね、実態被害が少し乖離をしているように思います。それで具体的に首都圏の話のテーマは一つ、挙げさせていただきますけども、荒川流域はですね、約3000平方キロメートルありまして、東京の流域が、約3分の1弱ぐらいあります。今回の、荒川流域では被害にならなかったところはなぜかということなんですけども、一つはですね、ここの入間川流域、これは武甲山を中心にしてですね、ここで大体500ミリから600ミリの雨を降ったんですね。その結果、ここで決壊が、土岐川というところと、それから入間川で、氾濫をしたということなんですね。それからもう一つは、この上流にあります7つのダムがですね、約64%、総貯留量8340万トンのうち60%貯めてくれたと。で、ここで決壊をしたと。それからその他ですね、隅田川や、新河岸の下流、隅田川などは、にはですね、本来、流れていたものがですね、洪水を、ビンヌマ調整池とかですね、朝霞調整池から受け取って、荒川の方にみんな流してくれたんですね。というようなこともあってですね、荒川はなんとか済んだと。で、これがその時のデータですけども、こちらが荒川。それからこちらが新河岸川から隅田川。これは、水門ですね。岩淵水門。岩淵水門の下流では4メーターのピークだった。上は7.16ということで、その差が3.16メートルにとどまったということで、なんとか乗らないということですね。カスリン台風の最大をですね、超えなかったということ。しかしですね、これをもう少し時間でですね、水位データを見ますとですね、これは岩淵水門を上流から、荒川、それから新河岸川、隅田川の方向を見ているわけです。この青がですね、隅田川の方の水位変動なんですね。で、これは実は荒川の水位のピークはですね、約12時間半ほど遅れて出てくるんです。で、最終的に1日半かかって元の、水位に戻るんですね。ですから、隅田川もですね、荒川が最終的に落ち着かなければですね、
まあ、常に危険な状態があるということはお分かりになるかと思います。からもう一つはですね、この隅田川の隣、荒川の隣のですね、中川や合わせが、ここは、まあ、国が作った首都圏の外郭放水路。まあ、ここはですね、各その河川、中川とかこういう中流部ですね、この放水路に溜め込んでくれたのが 90% でしたから、後からゆっくり江戸川に流すということになって、まあ、下流は、まあ、なんとか、難を逃れた状態になったわけです。それから、先ほどの、整備ですね。まあ、2019年の激突事業から、事業が始まって、令和2年度から本格的に始まって、まだ一部は残っていると思いますけども、まあ、河川の堤防の周辺の整備から、河道の中の樹木の伐採など、それから、その後、流域治水の話が出てきましたこともありまして、ここに遊水地の建設がですね、今、計画されております。これは追手川の下流、それから上流では時川のとの合流部、まあ、このように進展がしているわけですけれども、いずれにしても、いろいろな計画がある中で、まあ適切な場所にですね、やはり配置するということは重要な課題だと思います。さて、先ほど申し上げましたような危機管理型のハード対策ということで、これがまだ未達成なわけですね。で、まあ、これももうすでにご存知だと思いますが、大体堤防がですね、決壊する3つのパターンというのが、メカニズムがあるわけです。堤防は、まあ、一水をすればですね、水ラブ、まあ、裏面なんですが、これは潜伏をされて、その乗り汁も潜伏を受けて決壊をすると。千曲がその事例だったんですけども、それからもう一つは、水が流れている側ですね、特にカーブをしているようなところではですね、曲線部では潜伏を受けたりして、それが浸食をして決壊をすると。それからもう一つは、堤防は土構造物ですから、まあ、浸透をしてですね、漏水したり、パイピング現象という、まあ、水が噴き出すような現象がですね、起こる。まあ、堤防の場合は、まあ、もぐらの穴とか、あるいは、植物の根とか、そういったものがあったりすると、こういうことも起こるということですね。まあ、こういう危機管理型の事業が、まだ進んでいると思いますけども、例えばこれは、阿武隈川の、東北、阿武隈川での計画なんですけども、東北12河川の中で、阿武隈川は 49.4 キロにわたって、堤防、浸食、漏水、浸食、流下能力を向上させるという、事業が進展して、その他には堤防の天場の方、先ほど申し上げたことなんですけど、これが非常に重要なんですが、このための乗り汁の強化などを163キロにわたって、まあ、点検し、されているという状態だと思います。それからもう一つはあまり語られなかったんですけども、内水氾濫がこの台風でもひどかったんですよね。で、ここにありますように、これも国の資料を使わせていただきましたけども、15都道府県135市町村でですね、この赤の資料、岩手県、宮城県、から関東の各県ですよね、から新潟県など、大体、内水被害が3万戸ぐらいだったんですね。だからその前、その次の年の熊本の水害でもですね、実は内水氾濫は20府県の63町村で約5000戸、内水被害そのうちの5000戸ということで、まあ、ですから今後ですね、まあ、堤防の決壊と、低いところの内水対策ということが重要な課題になるかと思います。そこで、特定都市河川浸水被害対策法の改正が2011年にございました。それを受けて、大都市を中心にした8水系64河川で、次のようなですね、施策を制御する。今までのように、まあ、河川整備、から下水道整備、から雨水貯留浸透施設というものをプラスしてですね、各整備を一体化をさせた事業を展開させようということが今もき始めました。で、これは3つぐらいありますけども、1つは、市街化の進展でですね、このように、家屋が連帯しててですね、稼働の拡幅などができないような困難な場所を対象にすると。
から2つ目は、例えば、川の流れがですね、非常に大きい、排水がなかなかできなくて、バックウォーターなどで、支川の水が流れない、こういうような接続する河川についてはですね、排水が困難だというと、こういうところを対象にしている。それから周辺地形がですね、自然的な条件から、境外部、境作部みたいなのがあってですね、これが流れにくいようなところ、上が市街地、こういったところを対象にしてですね、この事業が今動こうとしています。やはり河川は、線の事業なんですね。下水道は、都市部を中心にした面の事業なんですね。それは、実際、この今まであった法律の上に改正されて動き始めたということです。それから、これは、先ほどの話の続きになるんですけども、東京の、荒川、隅田川、から滋賀市にかけて、綾瀬川や中川、江戸川も流れてです、この東京のいわゆる江東デルタ地帯なんですけども、言うまでもなく、この排水区はですね、全部、自然排水が、特にこのピンクのところはですね、自然排水ができないで、ポンプによる強制排水しかできない地域なんですね。これはピンクの場所です。だから、この白いところはですね、これは自然排水ができる、一応、流末に施設を要するということで、排水機場と水門が一応付けられておりました。これは一部はありますけれども、自然排水が、これ荒川の上流の、東京でいうと荒川の上流ですけれども、自然排水ができて、流末に施設がなく自然合流する区域と、これ一部あります。しかし、圧倒的にですね、こういう状態ですので、東京都のこの黄色いところは下水道局の施設が50カ所。それから、この緑については、埼玉県はじめ各市で作っている排水施設が全部で74箇所になっています。このポンプ場、排水機場にもう非常に大きく見えています。これはだいたい1時間今75ミリの対応になろうとしております。で、例えば足立区のような事例ではですね、足立区はこの4つの河川に全部挟まれておりますので、例えば、放流先はですね、またさらに合流式と分流式の下水道になってますけども、隅田川の左岸だったり、荒川の左岸、それから中川の右岸だったり、綾瀬川の左岸、右岸、両方にこういうポンプ場の排水をしているわけです。こういったところはですね、やはり命ですね。命の排水機場になるんですね。ここについての能力をきちっと確保しなきゃいけないということが、合流式と分流式の話がちょっと出ましたので、東京はですね、23区だけで、東京市道に往復する1万6000キロぐらいの下水管があるわけです。で、1日に545万トンの下水処理がある。ですから、この合流式下水道の場合はですね、やはり雨天時は、汚物がですね、川に入ってきたりするということもあるんですけども、これの対策も もちろんありますが、いずれにしましても、この内水氾濫を起こすのは、この河川が、改修が済んでないとですね、どうしても、流れないわけで、それが逆流をしてきて、氾濫をもたらすということが多いわけですね。こちらは分流式ですから、雨水と汚水を分けて流しているわけです。これはちょっと資料としてお見せするだけなんですけど、東京の黄色いところが合流式ですね。ピンクのところが世田谷の一部とか湾岸部のところが分流式になっているということです。で、この特に都市部、東京に限らずなんですけども、近年はこの東京下水処理水がですね、今までだいたい時間50ミリだったものを今75ミリ対策にどんどん進めています。これ10年ぐらい前の資料なんですけども、東京ではだいたい内水氾濫が 86% で、溢水は 14% なんですね。反対に全国ではですね、だいたい内水は少ない、外水氾濫の多い。そういうことで、近年これからは都市部と、それから市街地はですね、先ほど見ましたように、内水ハザードマップ、こういったものもきちっと作っていかないと、やはり外水だけではないと。いうふうに思います。それからそのためにはですね、内水排水については、これはもう外水の水に支配されますので、どうしても下水管の貯留施設をその手前で作っておくという、もちろんかさ上げも必要でしょうし、
河川や下水道管理者は、まあ、その他にもですね、いっぺんにこういう施設ができませんので、危機管理型の水系などをですね、地域、自治体ごとにですね、危険なところにはつけて、いつでもその避難できるようなそういう情報をですね、しておく必要があると思います。特にご存知の通り、川崎でタワーマンションがですね、まあ、約2500件ですか、申請を受けて、まあ、一部今裁判も行われておりますけども、内水対策も重視しなきゃいけない課題だと思います。で、まあ、こういうことで、東京ではですね、神奈川に調整地にですね、河川調整地という広域調整地を作って、下水道も入る、河川も入れると。まあ、こういうですね、河川が排水が困難な時に下水からも入ってくる。ということで、まあ、雨水貯留管からも入ってくるという、まあ、75ミリ対策ということで、巨大な、こういう事業が動いております。だから、都心部ではですね、今までもそうですけども、まあ、都市の地価が高騰している中で、高層ビルが次々にできていったんですが、この高層ビルは雨を呼び込むんですね。雲を作ったりして、そしてその足元でですね、下水道のマンホールが吹き上がったりしてですね、大変なことがずっと起こってました。で、その貯留施設をですね、下水道法の一部を改正して、2027年にですね、水防法も改正しましてですね、この今までの既存のビルの中にですね、やはり民間の貯留施設を作って、後から下水に遅れて流すという、まあ、こういうことでこれを今、奨励しています。これも補助金が出て、高層ビルについては特にですね、その代表事例がですね、これは渋谷の駅の中心なんですけど、今までこの青い線のラインの周辺が大体この渋谷の谷で、大雨が降ると大体氾濫をしていたところなんですけども、ここの地下にですね、ビルの地下にですね、約4000トンの、貯留施設を作って、おります。これは都市再生機構と東急のやっております。まあ、こういったものがですね、やはりこれだけの高層ビルができる中では次々に作らざるを得ないということで、まあ、内水ハザードマップもそうですけども。はい。それから、じゃあ、少し、私も調査に行きました、土木学会などで調査に行きまして、そういった観点から、2、3の事例を紹介したいと思います。これは2018年の西日本豪雨ですね。岡山県、広島県、愛媛県で大きな被害がありました。真備町の調査をさせていただいて、まあ、この小田川に入りましたけども、まあ、ここでは、浸水区域が1200ヘクタールということで、世帯数4600万です。死者が51名も出るということになりました。で、そこで実際の現場に私も行きまして、まあ、いろいろ気がついたことがあります。これは、まあ、ハザードマップが出されているんですけども、真備町、高橋川が流れておりまして、そこに、真備町の中に、小田川と。で、一級河川はもうちょっと上まで約15キロぐらいあるんですけども、そこにいくつか支線が、末政川、高間川、谷川、内山谷川が入ってるんですね。で、ここはですね、もともと、まあ、狭窄部で、江戸時代までは本当は高橋川はこちらの柳原貯水池の方に流れてたんですね。それで合流点ももっと下流にあったんですね。まあこれは次々にこういう形で変わってきていたわけですけども、とにかく高橋川の増水に伴ってほとんどこれが流れないような状態になってるんですね。まあですから当然こういうまあちょっと盆地地形ですので、大体盆地の中に溜まるってことは想像してできるわけです。で、それをですね、例えば末政川のところの、対岸の A 地点から、末政川の上流まで、B 地点まで、電子国道を使って地形横断図を作ってみました。そうしますと、これが、小田川なんですけども、小田川はだいたい右岸側はもう数センチのところで溢れるところだったんですね。堤防もですね、少し、まあ、溢れそうになって、いくつかしていました。で、溜まったと、ある貯水になってしまったのがこのラインなんですよ。ですから、まあ、このハザードマップ見るまでもなく、いわばその盆地でスープ皿のようなところですから、
まあ、こういうようなことが起こりうるということはもう広く見るように明らかなんですね。で、その上ですね、この、小田川はだいたい2300分の1ぐらいの緩い勾配なんですけども、高間川とか水害さん、天井川でかつ360分から800分の1ぐらいの非常にその、勾配がきついんですよね。ちょうど、言ってみると、ローマの水道橋の塔みたいなものなんですよ。で、この一つ、天井川の末政川はですね、荒井地区で決壊しました。二箇所で決壊したんです。その一箇所ですけども、これが上流の末政川で、こちらが下流で、ここにクロスしてるんですね、国道が。で、ここはだいたい平地からだいたい4、5メーター高いんですよ。そして、これは縦断図を作ってみましたけども、平地から4、5メーター高いって、まあ、仮称がですね、平地からも3、4メートルが高い。で、ここは何かっていうとですね、ここに実は、陸港というのがあるんですよ。で、ここは、もし洪水が来て溢れそうになると、この陸港を閉めるということになっている。ところが、この現場を見ますと、どうも、陸港は生かされてなかったと。それで、ここからですね、溢水をして、下の、まあ、土砂災害になったり。それから、この地点から、クロスした地点から、下流の方向を見ますと、下流も左右岸でですね、決壊をしていると。まあ、これは下流の小田川が水位が上昇してくると、末政川の洪水が流れてぶつかって、まあ、ここで一水してるわけですね。まあ、そういうことは分からない。ですから、このいう肛門がですね、実際あっても機能しなかったと。で、今回これ多分撤去されたと思うんですよ。これが、真備町のところで4、5箇所あるんですね。こういう機能が全然もらえてなかった。それから、これは、調査に入ったときに、八幡橋のところから見た河川の中ですけど、なんと柳と針円樹がですね、堤防を越え、さらに橋を越えてですね、まあ、繁茂してるわけですね。つまり、河道の樹林化をずっと放置していた状態があったということが一つのことです。それから、地形的な要因としては、先ほど申しましたような、天井川の宿命ですね。これはある意味では。この4本の水路は全部そうですから。こういう環境にあったということで、これをまあ整理すると、まあ、高橋川の支点の小田川についてはですね、これはすでに、11年前の整備方針がやっと動いたんですよ、これがね。で、こういう緩い勾配のところでですね、今まで結局見ますと、1972年にもですね、高橋川の大逆流で、樋門や士官が、樋門などがですね、浸水してですね、これは堤防も決壊している。これは76年も堤防が、佐賀が決壊しているということで、まあそういうことがずっとあったことが分かってて、ようやく動いたっていう感じなんですね。それからまあ今申し上げましたような水害リスクがあるということなんですね。というような、天井川が、それからもう一つ内水排水対策が避けられない盆地ですよね。で、ここは肥満肥満が22箇所ありました。ほとんどこれが機能しなかったと。やはりもう雨の降り始めてからすぐですね、まあ、肥満が機能しないで、まあ、肥満自身が浸水をしてしまって動かないと。まあ、こういうところにリスクがある。このリスク対策をですね、取らない限りは、まあ、同じようなことが起こり得るかもしれないということですね。それからこれは東北の2016年の台風10号で富士川水害です。ここも調査に入りました。これは、富士川が河口部が右側の方です。それから幼い川と合流するわけですけども、ご覧のように、まあ、この青い点がですね、私たちが浸水した箇所の町をヒアリングをしながら全部プロットしてまとめたものなんですが、大体最大でも約 2.1 メートルぐらいの浸水になりました。で、浸水は久慈駅のガードをくぐって地下街をくぐって向こうまで行ったりですね、アンダーパスを越えたりしたり。で、ここに市役所があるんですけどね。で、まあ、なんとここからですね、この鉄道橋、それから中野橋、上野橋、ここから、右岸から全部氾濫したわけですね。その氾濫のきっかけを作っているのは、実はここに赤が示しているのは流木なんですよ。この流木がものすごい、量なんですね。まあ、全体として浸水面積は狭いんですけども、しかし、
こういう状態になりました。これがですね、左岸側から見た鉄道橋の流木です。ここには直径が50センチぐらい、長さがもう8メートル、8メートルぐらいの断木がですね、どんどん橋台にこう、まあ、補足されてるわけですね。そして、これは降水地がテニスコートなどがあったところだと思いますけども、こういう形で、まあ、全部ゴミなどを補足して倒れていると。そして、ここでは2258棟が床上床下浸水になりました。これはなんと、東日本大震災の津波被害の久慈市では1010棟上回ったんですよ。そういう、まあ、地域です。私、この2010年の津波被害の時もここに来たんですけども、その時もひどい被害で、もっと壊滅的な被害が下流まで起こってました。そしてそれをですね、2年後に見たんですね。そしたらですね、同じ場所です。同じ流木が補足された場所ですが、これを見ますとですね、なんとこのクリアランスはもう全く狭いまんま、確かに現状復帰をしました。だからこれはテニスコートもフェンスはまあ直しました。しかし私はこれではちょっとね、やはり復旧はあってもですね、改良にはなってない。一つはですね、私はこれで流木がなければということで推理的な解析を行いました。そうしましたら流木がなければ氾濫はなかったということが分かりました。これは自然災害科学に、まあ、発表しましたけども、まあ、こういうことが起こってまして、他の橋でもそうですから、こういう問題。それから次に隣の岩泉町ですね。これは元川の氾濫と流木です。それからこちらが、まあ、元川なんですけども、元川にほとんど護岸がですね、ないようなところに、狭い、境涯なところに、まあ、こういう施設が建っているんですね。これ、高齢者施設の、こちらが、ランランというところです。死者が9名亡くなられました、高齢者が。で、その隣にですね、老人施設のフレンドリーというのは、これは2階まで浸水しました。で、ここの職員の皆さんは86人が次の島でかかってヘリコプターで救出されたということですね。で、まあ、この時に結局まだ、福祉施設や老人施設などがですね、施設管理の責任を問われたんですが、法律的にですね、この避難対策の計画、まあ、こういったものはですね、ちゃんと、できてなかったということで、17年に水防法を改正してこれが義務付けられてき、たわけです。つまり災害弱者の支援のあり方っていうのは本当に問われた、まあ、これは水害だったわけですね。まあ、ご覧のような流木に下もすごい水害だったんです。それからこのすぐ近辺なんですけども、上流部、まあ、一番市街地なんですけども静川っていうところではご覧のような流木がですね、橋という橋にほとんど変わっているんですね。この下流でも、この流木から一水をして20棟がですね、浸水を受けるということが起こっています。ということで、流域治水が、これから2021年から戻ったわけですけれども、まあ、これは言うまでもなくですね、2020年の社会資本整備委員会の答申を受けまして、気候変動を踏まえた水害対策のあり方を考えるんだという位置づけで、まあ、これはあらゆる流域全体でですね、持続可能な流域治水ということで SDGs をやっていこうと。そしてここではですね、河川や下水道の管理者が主体となるんですけども、この集水域と氾濫域含めて、流域全体のあらゆる関係者、つまり行政や企業や住民が共同して流域全体で水害対策をやっていきましょうということなんですね。で、まあ、1977年以降できていた総合治水対策でいうとですね、今まで17河川が総合治水対策で都市部を中心にした河川だったんですけど、それは全国に展開することになったわけですね。そこで、一番私は感じているのはですね、この河川行政というのはどうしても縦割り組織なんですが、それ以外の関係者とどのように関係するのかということが
まだ不明なところがあると。で、特にこの関係者というのは農業や林業や漁業など一次生産者の部隊です。で、流域全体は国土の約 70% が山地や丘陵地です。ですから、こういう森林だとか林業だとか農業をやっている人たちに対して、この流域治水はどのようなことができるのかと、これが一つのキーワードになるんじゃないかと思います。で、まあ、その他にも、21年4月に改正された流域治水法の中には、関連している水防法、河川法などあるんですけども、流域治水という記述がないんじゃないかということが言われております。まあ、今後この問題について、やはりもっと具体的に詰める必要がある。まあ、そこで国交省が出しております流域治水のイメージなんですけども、先ほど言いましたように、集水器ではこういうことをしましょうということです。まあ、例えば、先ほど言いました、雨水、貯留浸透の整備だとかですね。それから、その他には氾濫域を減らして、2000堤を作るとか、自然堤防を作るというもの。それから、河川区域ではですね、利水ダムの貯留をですね、から、貯留水から事前放流をするとかですね。まあ、これも一部、19号の時もやりましたけども、その他は、まあ、粘り強い堤防を作ろうということですね。それから一つは移転ですね。浸水をするところは移転も考えなきゃいけないというようなことをですね、これいくつか、まあ、たくさんメニューがありますので、これは資料をご覧いただければと思います。で、これはまあ具体的に示している資料ですが、これはほとんど総合治水対策でもやってきたメニューです。下水道対策と河川対策。その上に浸透施設、貯留施設、それから調整池、グラウンドですとか、こういったところは普段は使ってても、まあ、洪水時は調整池にしようとか、それから学校なども校庭は校庭貯留をするとかですね、それから遊水池などもこういうところにまた作っていこうということの機能。これはまあメニューは変わらないんですよ、基本的にはね。ということで、総合治水から流域治水の課題ということで、まあ、先ほど申しましたことなんですけど、いかにこの流域の流出抑制機能をリスク分散をここで測っていくかということが重要だと思います。で、もう一つはですね、特に河川区域の中下流域っていうのはですね、氾濫域なんですよね。この氾濫域は国土の大体1割の平地の3分の1にあたる3万8000平方キロメートルに人口、都市部に2分の1ぐらいの人口が住んでるんですよ。ですから、この、まあ、洪水が氾濫するところでは、事例としてですね、アメリカは1963年から、96年ぐらいにですね、ミシシッピ川大氾濫をした時代があったんですね。その時に、米国ではバイアウトプログラムっていうのが動いてですね、氾濫源の土地を買い上げたんですね。それで、家屋移転を実施して、その時の資金は連邦政府が 75%。自治体が 25% だったんです。つまり、アメリカの場合は、水害保険なんてあったんですが、これ、水害保険がパンクしてしまったんですね。まあ、そういうようなことがこれからやはり重要になる。その他にはですね、こういった、その異なる津波も含めてですね、水災害のリスクについて、特にステークホルダーと含む住民に対して合理的でかつ科学的、技術的な説明をして、合意形成を図る必要があるんだろうと。先日はジャビックのデータを見ましたらですね、ジャビックでですね、水田貯留については被害補償もすべきだとかね、こういうことも挙げておりますね。ということで、最後にちょっと時間が押してますが、治安対策のことについてちょっとお話をさせていただきます。これはですね、最近のハザードマップを自治体がいっぱい作っているんですけども、千曲川水害を受けた方はですね、千年確率に相当するマップはですね、千曲川が100年確率で整備計画があるんですけども、100年に1回発生するような計画規模のリスクがですね、どこにあるのか、これだと見えない。全部、浸水してしまうように見えると。まあ実はこれは、作ったのはこの荒川の事例なんですけども、想定最大規模というのはですね、下流から250メートルずつ意図的に決壊させて、それを氾濫シミュレーションを繰り返して、20キロ上流まで、したものを、積分したものがこういう形になっているわけです。で、江戸川が隣で決壊すると、どちらが高い浸水のところが絵を描いたわけです。だから確かこれ見ればですね、どこに逃げたらいいのということになります。で、その次はそうなんですね。実は、
この中で、私も調べてみましたらですね、これは、治水地形分類図のところにですね、東京の八王子の駅から西新井大師までの縦断図を作ってみたんですよね。すると、千分の一でできている、浸水、ハザードマップだと5メートル以上なんですよね。そうすると5メートルの線はここなんですよ。すると、荒川堤防 9.98 メートル一番高いところ、ここしか避難するところがなくなっちゃうんですよね。こういうことです。で、これはですね、結論で言うとですね、荒川や江戸川が同時に水位が上昇するっていうことで設定したらしいんですけども、災害シナリオの根拠は課題設定だと私は思います。というのはですね、キティ台風を、例えば荒川や江戸川ではキティ台風は実際には氾濫注意水位しか超えただけではなかった、超えただけだったんです。それを洪水氾濫があったと、可能性があるということにしてしまった。台風の上陸前に強雨もなかったんですよ。その他にもカスリン台風も事例にしてるんですけども、これは荒川は計画水位に到達したけども、江戸川は氾濫注意水位だけだったんです。それぞれが、しかしそれは氾濫したと想定するということで、この、ワーキンググループの資料にはですね、そう書いてあるんですよ。これは私は課題だと思います。ですからこういう課題なことじゃなくて、次に示しますように、これは足立区の事例ですけども、ハザードマップ、足立区はですね、実は最大想定というのは荒川、江戸川、利根川、中川、綾瀬川、中小河川って全部千分の一確率のやつが配られてるんですよね。で、これを見ればどうしたらいいのか。私は荒川も中川もですね、みんなこれまで200年確率で整備の途中にあるわけですよ。だからこの時点でどうしたらいいのかっていう、もっとリアルなハザードマップを考えるべきだと思います。これが足立区なんです。足立区はの電柱という電柱にですね、この想定最大の年に1回はですね、これマーキングしてあるんですよ。これが電柱という電柱にあるんですね。ちょっと異常です。で、私はまあ次にですね、申し上げたいのはですね、国土交通省が各地域、事務所にですね、調査させている直轄の、まあ、河川重要水防箇所っていうの、これ荒川で言うとですね、123箇所あるうち22橋が全部、水防重要箇所でリストアップされてるんですよ。で、たまたま綾瀬川と、荒川を渡る京成電鉄の鉄橋はですね、これは、なんとか開業するという方向に動いてるようですけども、堤防より 3.7 メートル下に京成電鉄の鉄路が動いてあるんですよね。実はここの計画水位はこのラインぐらいなんですよ。で、このラインっていうことは計画水位を、要するにここまで来たらですね、鉄道橋を越えて流れることになるんですね。そうすると流木ですとか、どういうことになるかってもう目に見えてるわけですね。まあ、こういうのは本当に、早急にやる必要があるということですね。ということで、これが資料として提供したいと思いますが、国が示しています、重要箇所です。この点検基準です。例えば重要度 A というところは、計画降水規模の洪水の次は堤防を一水する箇所とか、堤防断面が不足しているとか、糊が崩れている、糊崩れ対策未施工だとかね。まあこういうところは全部リストアップされている。それで、それを A、B として評価してるんですよ。で、こういう評価をして、幼稚園もですね、まだ作って3年以内の新堤防とか、先ほど申しました立候門がある場所だとかね。まあこういったところをですね、きちっと、評価して、それが、今回の水害などとどう違いが、乖離があったのかということをちゃんと点検する必要があると思います。で、これは球磨川水害の時に、私も、球磨川の河川事務所、約100キロありますけども、見ましたら、全区間で219箇所のそれぞれの重点があるんですよ。これは西日本新聞がですね、調べて、実際に起こったですね、豪雨見たらですね、なんとランク A では1箇所、ランク B では6箇所、要注意では5箇所、合計12箇所ということなんですね。で、ここでまあ氾濫してるんですよ。鉄道橋などがいっぱい流されます。ですから、実際の評価とですね、起こった現象ではかなり乖離があるんですね。必ずしも重点のところがそうじゃなかったりすると。
まあ、こういうことがある。だからそれは私は千曲川の調査でもそれは分かりました。実際の評価の地点とかなり乖離していることがいっぱいあります。これは資料として提供します。江戸川でも、それから中川、綾瀬川、多摩川でも、これだけの、重点箇所がありますので、これを計画的にやはり解消していくと。これが、荒川の下流です。で、最後の方になりますけれども、まあ、カスリン台風、先ほどは荒川の話ですが、カスリン台風はですね、実際に利根川が氾濫しただけじゃないんですよ。実は、もともと江戸時代からこちらに流れた古荒川、利根川や荒川がもともとこちらに流れていました。それを付け替え事業をやったわけですよね。で、ここの一部も氾濫してるんですね。このようにですね。だから本線でもそうですし、その裏でも。ですから、この地域はもう本当に、どこで氾濫してもおかしくないことが起こり得るかもしれない。従いまして、こういうようにですね、200年確率で動いている整備のもとに、各自治体は地域のリスクが見えるハザードマップをちゃんと、この河川、水防、重要箇所などを含めてですね、作る必要がある。ここにありますように、国の浸水想定でもですね、この荒川のところは決壊してこちらに流れるような、ちゃんと図面ができているわけですね。まあ、これをこそですね、実際にリアルに各自治体で作る必要があると思います。最後になりましたけども、まとめさせていただきます。基本計画のまず100年、200年間の治水対策を改善させる。から、やはり治水の三原則としては、築堤、分水、それから浚渫ですね、維持管理をしっかりやると。樹木の伐採と計画的な管理。それから、先ほど言いましたように、日本の国土面積で主要林業、農業、この、まあ、保全を図ったりですね、農業のため池、霞池などを作るんだったら、これに対するちゃんとリスク分散と保障をですね、控除の観点から行うということ。それから防災行政についてはですね、新しい災害控除の社会風土の形成を、してもらいたいというふうに思います。特に高齢者、障害者、災害弱者を優先する余裕を持つ避難対策をする。から特に私は千曲川水害でアンケートを信州大学と一緒に取りましたけども、避難の高齢者、この個別受信機が非常に良かったということを言われています。まあ、高齢化社会では単にこの防災無線だけではなくて、個別受信機の普及も必要かと思います。まあ、その他避難対策は、まあ、江東国の事例は広域避難が非常に厳しいということが分かりましたので、分散避難、多様な支援体制、特に計画的に各自治体との協議とかですね、避難場所をちゃんと決めておくとか、垂直避難するのか、いろいろな対応を考えていただきたいと思います。ということで、異なるいろいろな水害リスクがありますので、地域別のリスク要因の発見と、その水防重要化のハザードマップ、また内水ハザードマップなども今後作っていく必要があるかと思います。ということで、JAPIC の方もですね、その辺はですね、もっと流域単位で、行政単位でも、真のリスクは、あれだと不明だということを言ってて、もっと精緻で分かりやすいものを作ってほしいということを述べています。まあ、以上、私の方からは、皆さんの情報、それから議論の資料ということで、提供させていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。